ビオグラードナ・モルビオグラードナ・モルビオグラードナ・モルは、クロアチアの都市を呼び、基礎自治体。ダルマチア地方にあり、ザダル郡に属する。2005年時点で、の人口は6059人。アドリア海を挟んでパシュマン島を望み、ザダルとスコシャンから、ボディツェとシベニクへ向かう途上にある。ビオグラードナ・モルは、長い伝統を持つ観光地として知られている。 1920年代に、チェコ領から、初めての観光客がやってきて、最古のホテルは1935年に建てられた。ビオグラードナモルは、群とザダルから28キロメートル南に位置する。南のソリニワンと北のボシャネワンに囲まれた、小さな半島にあり、沖には、プラノツ島と滑ったカタリナ島が浮かぶ。地名は、海に面した白い街を意味する。 初めて名前が歴史に登場したのは10世紀で中世のクロアチア王国国王によって建設された。司教と同様クロアチア王国の首都が置かれ、クロアチア王国を併合したハンガリー王、カールマーンは1102年にこの地で退官している。1202年、第四次十字軍がザダルを占領すると、多くの都市住民が難を逃れ避難してきたため、ビオグラードナモルは、 ザラベッキアと称されもした。13世紀から14世紀、死は所有権が転々とし、セティナ公王ブラナノテンプル騎士団、ブリビル公シュビチ公らが領主となった。1409年には、ベネツィア共和国が総主国となり、1797年に共和国が衰退するまで繁栄を続けた。ベネツィアオスマン帝国戦争の間、 死は1521年と1646年の二度戦場となり、破壊され火を放たれた。16世紀と17世紀、クロアチアの国民軍がビオグラードで設置され、対トルコ戦に幾度となく巻き込まれた。クロアチア紛争の際、1991年から1993年に、かけ、 セルビア軍は広域な爆撃によって相当な被害を与えた。町そのものの人口は5259人だが基礎自治体全体では6259人である。人口の95%がクロアチア人である。ありがとうございます。